この番組はアニメやアニソン好きなララズのコウキ家がお送りするサブカル系なゆるいアニソン番組なのである。鳥取アニカル祭り2014、無事終了いたしました。ご来場いただいた皆さん、本当にありがとうございました。コウキ家のアニダラ。はい、どうも、コウチケです。ということで、先週もお伝えした通りですね、あらあら、今週はそっと寂しいなと、いろいろ寂しいなとお気づきの方いらっしゃるんじゃないでしょうか。そうなんです、実は今までついていた冠さんが外れの、そして、収録時間が変わったことによりコスピットたちが外れのというタイミングが重なりまして、すごくこの寂しい感じになってしまいました。で、11月からこんな感じになってしまって、まあ、最初の頃に戻っていったのかなという印象はあるんですけれども、まあ、あまりにも急に変化が大きいと僕自身も辛いので、今回はちょっとゲストにお越しいただきましたので、じゃあゲスト自己紹介をお願いいたします。はい、どうも、ゲストのマネピットです。よろしくお願いします。なんて身近なゲストで、すごい近いところからやってきていただきました、ね、ありがとうございます。いやいや、とんでもございません。お呼びいただいてありがとうございます。まあ、マネピットというと、まあ、コスピットの、はい、まあ、マネジメントで、うん、マネピットという、すごい安直いう感じですけれども、まあ、知ってる方はね、このダラズ FM 聞いてる方は、うん、まあ、あの人だよね、まあ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 、まあ、あの人だよねなんていうことも言うわけですけれども、まあ、今週はこの、僕とマネピットの2人でいろいろちょっと話をしていこうかなと、はい、思っております、ね、まあ、ありがとうございます。もう募る思いもたくさんいろいろあるでしょうからね。ありますよそりゃもう、まあ、ゆっくりと話していきたいと思います、はい、さあ、ファックスいただいております、うん、ラジオネームミオパラさんからです。コウチケさん、こんばんは。鳥取アニカル祭りお疲れ様でした。今年は他のイベントと重なり残念ながら行けませんでした。あらあら。でもニュース映像などで楽しそうな雰囲気は伝わってきましたよと。でコスピットの皆さんもお疲れ様でした、うん、学校の長期休暇の時には高知県の邪魔をしに来てくださいねといただきましたそうなんですよね、まあ、あのタイミングが合えばね、まあ、うん、全然来れるっていうことなので、いや本当に本当に、またあの年、それこそ年末なんかも特番が冬休みで会えば、ね、来てもらおうかな。いや、もう高知県さんが良ければ、はい、僕は全然 OK。 もうさっきのね、三代原さん の、 あの長期休暇でも、ね、全然 OK ですよ、ね、はい、ということで、もう完璧に卒業っていうわけじゃないのでね、これが。いや、本当本当そうですよ、そこだけが皆さん勘違いされないように、はい、ということでございます、はい。で、まあ、プチリニューアルということで、僕の非常に思い入れの深いアニメ作品から一曲お届けしたいと思います。超音戦士ボーグマンからアッシェイカーで Don't Look Back。 いやいや、マネピットさん、はいはい、実はあのこの作品っていうのが、うん、僕があのアニメを本格的に好きになったきっかけの作品なんですよ。あ、じゃあもうかなり古いやつですよね。そうなんです。俺ボーグマンって聞いたことがあるような気がするんだけど、はい、俺見てんのかな。こっちのサインではね、放送してないんですよ。でしょ、はい、あのアースシェイカーは知ってますよ。はいはい、もちろんそれはもうヘビーメタルの、うん、マーシーでしょ、ね、知ってますよそれは。ちょいちょい来られますから ね、 ねえ、ちょいちょい来られます、はい、そうなんですけども、うん、でこれボーグマンが僕がちょうど中学校1年生ぐらいの時にやってて、うん、でそれが、まあ、アニメ雑誌があるじゃないですか、いっぱい、うんうんうん、でアニメ雑誌の表紙を飾ってて、でアニメ雑誌買うのは好きだったんで、うん、それ読んでたら、なんだこの素敵な面白そうな作品はと。なるほど、まあ、等身大の変身ヒーローものみたいな。これは、アニメ？アニメです。アニメなんですね。そうなんです。あ、じゃあ僕らがハマってたのはウィングマンとかその辺なのかな。あ、その辺もそうですね。そういった流れも組んでるかもしれないですね。ですよね、はい、ちょっとサイバーな感じなんですけど、うん、でまあ、ちょっとこの仕切り直しということで、で実は、最初の頃にも確か第1回の放送かな、うん、その時もなんかレッツ&ゴーかなんかボーグマンのどっちかで行ってるんですよ。おーおーおー、っていうような、実はまさに自分の青春時代。そうなんです。なるほどね。というところで、まあ、最近はあの再放送とかあのスカパのチャンネルとかでちょいちょいいろんなところでやってるみたいですけどね、はいはい、ぜひもし機会があれば見ていただきたいなと思っております。見たいです、見たいです、はい、うん、さあ、そして、今回マネピットさんをわざわざ、はい、マネマネした理由なんですけれども、はい、まあ、コスピットをこのアシスタント MC として迎え入れさせていただいて、うん、もう1年半とかそれ以上、2年超えますよ。2年超えてますか。もう、うん、結構長いですよね。長いです、長いです。最初だってあれサミットでしたっけ、漫画サミット、国際漫画サミットですね。それの前から生放送を、はい、あのコンベンションのとこでやるっていう頃がもうスタートした頃ですよぐらいですか、確か。だから本当に2年、
結構経ちますね。経ちます経ちますなんだかんだ経ちますね。ねえ、それからだってもうずっと少なくともマネピットとは毎週1回は会ってますね。確実に会ってますから ね以前は特集でしか会ってなかった、はい、特集でしか会ってなかった。なぜかね、別の顔でね、別の顔で ねマネピットが。そう、今はもう毎週のように毎週会ってますからね。だから逆にこれからね、僕ね寂しくなるというか。そうなんですよ、怖いんですよ。そうなんですよね、これ疎遠になってしまいそうで。そこなんですよね。ね、なんかそれもちょっとなんか嫌だなと思って。むしろ毎週の打ち合わせの時間だったみたいな話じゃないですか。なんだかんだで、なんだかんだやっぱ話してることもありましたし ね、うん、だからそれがなくなるのはちょっと怖いなっていうところもあるんで。ありますけどね、うん、そう、まあそんなことを言ってるとですね、あっという間にもう時間がやってきてしまいまして。マジですか、終わり。全然まともに何も話できてないんですけど。コスピの話してないな。コスピの話、まあまあ、まあ、この後半もまたあのコスピの話していこうかなと思っておりまして、まあ、そのコスピットもね、その僕もこれからもどんどん成長していかないかなと、うん、いうところで、ちょっと今回コスピットの、ね、曲をかけたいなと思って。そうですか、選曲をですねマネピットにしていただいたので。ありがとうございます。曲紹介と思いも合わせて、じゃあ、はい、一言じゃあ、じゃあのコスピットもそうですけれども、コーチケさんのね、うん、前に一歩ずつ進んでいかなあかんということで、コスピットも大事な曲、この曲をかけさせてもらいたいと思います。コスピットでアップグレード。一人だけ
さあ、後半戦でございます、はい、しれーっと入っていきますけれども、さあ、改めましてコスピットのその活動の振り返りとかも含めてね、いろいろ聞いていきたいかなって思うんですけど、アニメや特撮の話じゃなくなりますけどいいですか？全然大丈夫です。とりあえず いいのかな？全然大丈夫です、ね、ありがとうございます、まあ、最初そのコスピットの出会いというか、それの以前があって、で僕があのレン、でそれをあの、まあ、マネピットの前身、の人と、あの引き合わせていただいてです、ね、でアニカル祭りっていうイベントの中で、いろいろとお手伝いしてもらってレンに、そう最初はレンだけでしたもんね、結果的に。でその中で、まあ、ミオが入り、いろいろちょっと紆余曲折ありの、ありので今ポロッと言いそうになりましたけ ど、まあ別にね、まあ、でそんなんがあって、その中でそれこそ国際漫画サミットがあって、じゃあ番組で一緒にどうだみたいな、ところでやり始めてもらったと。もうあれがあったおかげですよ。あのね、はい、今最近どこ行ってもね、はい、MC うまいよね、何歳で14歳、14歳って言われるくらい、あのレンとミオの MC のね、熟成度たるや、もう本当にすごいなと、やっぱねこれラジオのおかげですよ。いやいや、彼女たちの努力と支えてたマネピットのおかげですよ、これは。いや、もう僕はね放置してるわけですから、やってこいやっていうだけで、まあ後でダメ出しはね、はい、当然出しますし、ね、レンもまだまだね、あの口癖が抜けないぜひぜひどんどんとかね、その絶対言うんであいつねその口癖は抜けないところはあるんですけれども、でもラジオやっていたおかげでしょうね。あれ高知県さんのお話いただいて、そっからですよ。いやまあ、そう思っていただけるんだったらね、嬉しい限りですけども、もう それがなかったらコスピットスタジオもなかったですからね、まあでも、まあ、どこで何がねご縁になるかわからないですけどね、まあでも、まあでもなるようにしかなっていかないのかなっていうところもありますからね、まあ、それからこうね発展してコスピットスタジオもさせてもらい、今ねダブルでも番組を持ってまして、でまあそのお話をいただく前にね、まあコスピットだけじゃなくてこう蝶々結びも一緒にいるね、それこそ今度は修行の場として、じゃコスピットはコスピットスタジオに、で蝶々結びが今度は兄だらにっていうのはね、シフトチェンジを考えてはいたんですけど、まあ実は最初からそういう話で、まあコスピットの成長の場として、で僕もまあアシスタント MC というものに憧れてでそういうお互いのなんか希望があって、でその中でまあ蝶々結びも出てきて、っていうことだったんですが、ちょっと僕の一心上の収録時間の都合で、まあ残念ながら、まあこればっかりしょうがない、まあそのうちまた僕も落ち着いたらですよね、変えていきたいかなと思いまして、まあ別にもう隠すことじゃないんで言うんですけど、あの僕自身があのお店を、あのいよいよオープンすることらしいじゃないですか。飲食店をそうなんですよ、なさるじゃないですか。そうですよ、笑い通りの中に。お、すごいです。はい、でそこでまあそのタイミングで夕方とかも居酒屋とかお昼ランチとかで営業するんで、まあ、そこをやらなきゃいけないから収録時間が夜できないというような、まあ、夜って言っちゃいますけど、まあ、学生は昼間だって、ね、学校行ってますから、なのでそのタイミングで僕が昼に収録しなきゃいけないので、っていうことが実は ね、まあ、ここだけの話なんですけども、ありまして、でも全然前向きな理由ですからね。まあ、そうですよ、そうです、コスピットの誰かがもうダメになったとかじゃないので喧嘩別れとか全然そんなことじゃないんで、大塚さんに嫌われたとかそんなことじゃないんで、全然、まあ、実際どう思ってたか分かんないですけどねあいつらはね。であれでしょ、飲食店の場所ってあの、例の場所でしょ、あのヒゲメガネが前いたとこヒゲメガネ、あのジェームスことのいたところはヒゲメガネがなんかやってるんですよ。 あそこはヒゲメガネがなんかやってるんですよ。で僕それの僕その隣の隣ぐらいなんですよ。あ、隣の隣に、はい、あの旧喫茶吉田っていうところなんですけど、あヒゲメガネ1個分けてヒゲメガネ、ヒゲメガネ、 ヒゲメガネオンヒゲメガネみたいな感じで、ね、なるほど、真ん中のテナントは、まあ、赤木さんっていうテナントがあるんですけど、赤木さんはヒゲメガネじゃないではないですね、ノーヒゲメガネですなんだこれ何の話をするんだって、まあ、そういう実は理由もあってということ で、まあ、コスピットですよ、コスピット。あ、ありがとう。コスピットで、もう本当に2年ぐらいやってきて、彼女たちも本当最初はやっぱりまだまだ普通の女の子っていうところから、本当ガラッと意識がやっぱ変わってきたのかなっていうのがあって、そうですね、去年の夏ぐらいにね、まあ、巨大なインパクトがあったりとかね、まあ、やっぱり現場ですよ、いろんな現場経験して ね、悔しい思いもだし、辛い思いもだし、ちょっと腹立つこともあったりとか、まあ、そんなのがないと成長しないじゃないですか。しないですね。だから今回のね、あのほらシンプルになったって、元に戻ったって言われましたけど、やっぱり何かのきっかけなんじゃないかなと。タイミングですね、これもなんかね、きっと絶対そうですよね。まあ、正直な話が原点回帰というか、コウスケさんにとってもそうだし、あのコスピットたちにとっても僕ね、修行だと思うんですよ。そうですね、今までほら与えられてたもんだから、当然じゃない、毎週水曜日ラジオ番組って。でもそれって普通の中高生に比べたら
すごいことなんですね。とんでもないことですからね。喋りたくても喋れるもんじゃない、うん、それがふっとなくなるっていうのは、うん、あ、これホケホケしとったら仕事なくなるんだなっていうにもつながると思うし、そうですね、あのよく、まあ、社会人とかだとよくわかるんですけど、いなくなって初めてよくわかるその人のありがたみ、うん、そのもののありがたみっていうのが、あ、これはもっと引き締めなきゃ、気持ちを引き締めなきゃいけないっていうのの何かがあれば、うん、またお互いね、うん、そういうのになればいいかなっていう、実際やっぱり変化って必要ですよ。変化って必要です、ね、うん、そうなんですよね、大事だと思います。しんみりしていますけど、なんかねしんみりしちゃったどうですかマネピットとしては、そのコスピット、このラジオ収録をやってる時に、うん、やっぱ本当それこそさっき言ってた引きこもごもたくさんあると思うんですけど、結果としてとりあえず一区切りついたこの、うん、もうミオレンは合格水準に届いてますか。届いてますよ、うん、いや変な話ね、どっかにもう放り込んでも全然おかしくないレベルまで達してるので、うんうん、あ、むしろそれがないと、うん、次に成長しないんじゃないかな、うん、もう今はもう多分過渡期だと思うんですね。そうですね、うん、そこまで来てるんで、そこから今度はもう単独でメインパーソナリティ、うん、ですね、うん、っていうのが実はコスピットスタジオの時にあったんですよ、はいはいはい、ずっとコウチケさんのメインパーソナリティに頼って、うん、あ、うちらできるやんっていう気持ちになってたんだけど、いざ自分らで QC と書いて、はいはい、で自分のメインパーソナリティでやってみたら、はいはい、あれ喋れないっていう、特にミオとかね一人でやってみたら全然喋れないってことがあった、あれは修行になったんじゃないかと思いますので、まあ、これからの新しいうん、ステップとして必要なとこだったんじゃないかな、うん、そうですね、でももう十分彼女はいけると思います、ね、うん、次に行ってもらいたいですね、はい、うん、そのまあお姉ちゃんたちの背中見てね、あの妹たちもね、うん、妹たちね、まだまだね遊び半分でやってるからねあいつらねまだね本当ね頑張らないかなと思いますけど ね、 うね、うん、まあでもあの良きところ良きタイミングでまたね、うん、いろいろとそれこそマネーピットにもね気軽に出てもらおうかなと。いやもう呼んでもらったらもう毎日来ますよ毎日来てもやってないですから僕いないですからですよね、はい、はい、じゃあ、ここでもう一曲お届けしようかなと思います、はい、アルドノアゼロからカラフィナでヘブンリーブルー。マネピットのマ、コスピットが不祥事案件を起こした時のマ、ふまー、何だら。さあ、高知県のアニダラでは皆様からのメッセージリクエストをお待ちしております。メールアドレスは 798@darazfm.com またはファックス 0859-21-7878 ダラザ FM のホームページのメッセージフォームからも投稿ができます。高知県のアニダラまでよろしくお願いします。ちゃんと読もうや案外押し押しということで ね、 あ、そうですね、はい、さあせっかくなのでコスピットの出没情報も教えてくださいよ。いいんですか、はい、ありがとうございます。じゃあ今週末明日からですね、はい、明日8日9日は名古屋大阪へと、うん、先週に引き続き行ってまいります、うん、ただしこの日はですね、はい、レンがですね地元での仕事があるということなので、ミオ、光、カノンの3人で迎えますので、なるほど、 どうぞよろしくお願いいたします。はい、わかりました、はい、ということでね、今回から、まあ、プチリニューアルということで、うんうん、ゲストにマネピットさんにお越しいただきまして、いろいろとねお話をお伺いしました。全然まだまだ話足りないっていうところなので、足りない足りない、はい、まあまたちょっと近いうち来てもらおうかなと。あ、もう呼んでくださいますんで、毎日来ますから、はい、毎日来てもらうから僕いないですからスタジオいないですからまあまあいいやという感じで、はい、また今後ともね、いろんなお付き合いをねよろしくお願いいたします。こちらこそです。はい、リスナーの方々もみんなをね応援してもらえたらと思いますので、よろしくお願いいたします、はい、ということで、今週の相手はコウチケとマネピットでした。あら、マネピットだぞー。